ところで、カシン選手とユージオ選手はそこをいかにして、いなすかというところが大事ですね。サモナーズリーグ、さあそれでは見ていきましょう。 LJL2024 スプリングスプリットデイ4マッチ3ゲーム1、バーニンコア富山 VS アクセズクレストスタートです。ミニオン出撃まであと30秒、ルーキーはこのようになっています。うん、BCT としては、イエルとジュールはフェイズラッシュ選択、ハウラが水星、チャリはグレイシャルですね。そうですね。特筆して、まあ、見るべきポイントはフリートぐらいですかね、ユージオ選手の。ワシダイは今回エアリー選択ですから、レーニングから勝っていってと。ミニオンが出撃しました。ドランブレードからのスタートラインになっています。おっと、イグナイト？ハウラに対して。これはフラッシュ使ってもちょっと逃げる先がかなり遠いぞ。ファーストブラッド、いやーソウル対のいい仕掛けでした。ファーストブラッド獲得はソウル、しかもレーニング遅れますね。そうですね。そしてフラッシュも落としたのでかいですね。テレポートがあったのでここはなん、ん？これテレポートなんか止まりましたね。手前のタワーに使いましたか？何でしょう？なんか、そうですね。手前のタワーに使って歩いたようですね。キャンセルされる要素はないはずなので。まあ、ちょっと見れてはいなかったんですが。ちょっと、まあ、味方の合流遅かったらというところです。これ、ハウラー、2つのサマナースペルを使用したという状況になっています。レーニングのスタートには間に合ったようですが。テレポートを使ったことがバレないようにしたんですかね。ああ、なるほど。それが一番可能性高そうですね。まあ、ただ依然としてこうフラッシュがなくなったというところで、レベル2先行はアイノとソウル、そして早めのワードも近づいていく。味方が離れたタイミングでフックからチャーリー狙っていきますが、いいダメージがある。アイノちょっと踏み込みが足りませんでしたか。もうワン、もう2本ぐらい、エモートでごまかしてますね。さあワシダイに対してリップストライクから取るツーダメージトレードを狙っていきますが、しっかりワシダイも返しています。ジャングルのスタートからイエールが上側に流れていて、ちょっとガンク狙いそうなポジションを取ってますね。かなり定石を外したルートですね。さあ、サンキャンプから入っていった、ここ疾風陣内、フラッシュダウンの判断、わしは今反応良かったですが、サマナスペルは奪われました。今のところボットレーン、おっと、これはタワーダメージ、アイノもらってしまっている。フラッシュを使った仕掛けでしたが、キールは BCT。 今のところタワーが入っていなければいいダメージトレードあったんですが、惜しかったですね。まあ、少しミスというところでしょうか。ちょっと先ほどのところからもしかしたら自分のミスに引きずられてしまったかもしれませんね。まあ、あるんですよね、やっぱり。なんか自分で自分ティルトしちゃうみたいな。いやー、ただこうなるとトップのところで、ワシレ選手がフラッシュを落とされたというところは、あそこを W 食らっていれば、はい、デッドラインだったのでよく先 に、抜けましたね。ただそれによってちょっとワシダイとしてはこの懸念を生かした強気のレーニングというのがやりづらくなりますね。そうですね。ただこうイエルとしてもトップサイドでかなり時間を割いた、そして体を出してしまったので、カシン選手にカウンタージャングルされてしまいますね。ミッドレーンのコントロールはジュール、ワードを友情自陣のラプター前に置いて状況把握はしているが、もう枠撃使いながら取る強気なダメージトレード。スタンドスタックはあと一つですが、ちょっと溜め切ることができないか。ただカウンターストライクに対してライト手裏剣投げて体力余裕は作っています。レベル5先行はトリス、足台も追いついていますが、やはり強気に立ち回り続けるというのはちょっと難しそうに見えますね。そうですね。そしてもうすぐ5分段階ですが、はい、この段階でボットがプッシュできている。ただそうですね、カシン選手が相手のカウンタージャングルを行ってからさらに自陣のジャングルまで勝ったので、先にポジションを取れるのはBCT サイドになりますか。ボイドグラブの競り合いですかね。そうですね。そしてやはりジュール選手が主導権を取っているというのもあって、
やりづらそうにしてますね。さあ、両者の衝撃に対してハンマーで返していく。レベル6ジル先行もしました。それにカシもこうするようにリバーの視界取りに行きますが、ボットの 2v2 グレートコーラー、スネアが決まっているとチャンに対してイグナイト、これはフラッシュ、イグナイトスケナが追撃していく。ラストヒットしっかりとソウルがつなげて、キールの獲得はアクシズクレストのボットレーン。いや、これは何としてでもボイドグラブファイトを行いたいですね。さあ、視聴者投票は58対42、ややアクシズ有利ではありますがかなり競っている。さあ、ボイドグラブの獲得はまずは 1-1 の状況。この最後の1体3体目ジュールの寄りがありますが抑えましたね、うん、これで1対、最後取ったのこれ BCT になってますか。そうですね、 BCT で2対1と失礼しました、はい。いや、ただあトップの鷲田選手の主導権を生かしてカシン選手一つは取りましたから、ええ、いや、これはいい判断ですね。ただ問題はですね、ボットで耐えきれなさそうですね、 BCT サイド。なるほど。かなり順調にソル選手にゴールドが入っているので、まあ、2v2 のところでも少し戦うことは難しいので、チャーリー選手を使ってミッド周辺でのキルを生みたいですね。ちょっとレベル1からの流れが響いてますか。そうですね、涙は購入できているんですが、いかんせん魔力があまり高くない状況なので、ウォルスバンするにしてもちょっと苦しいですか。まあ、可能ではあると思います、はい。ただこうジャングルまで来るとダイブされてしまうので、うん、そのタイミングでチャーリー選手がしっかりとボットのカバーに向かえるかどうかというところですね。今ミッドレーンに向かって動いていましたが、ユージはリコールタイミングでした。レベル6がそろそろ家臣イエルともに見えてきますよ。ここからのプレッシャーで、まずは一つカシン選手のアルティメットを使っての仕掛けというところをアクシズクレストとしては行いたいですね。主導権十分にありますから、ここはドラゴンにつなげそうです、うん。まずはボットをプッシュして次のボイドグラブのタイミングであったり、ボットをプッシュしてからのミッドへのプレッシャーというのを行いたいですね。ジュールがかなり押してきてはいるじゃないですか。ユージもアルティメットもある、はい、カシン狙うとしたらどこがいいんでしょうね。この場合まずはミッドが最優先かなと思います。もうボットをよりいじめるよりかはミッドが欲しい。そうですね、まあ、ミッドの主導権さえ取ってしまえれば、その後にボットのダイブにつなげることも可能になるので、まずはミッドの主導権というのを取りに行くかなと思います。さあ、カシンアルティメットを覚えました。ミッドのあたりでアイノとともに合流しそうだ。ここボットサイドに向かってのリバーの視界というのは完全にアクシズクレストが抑えています。あ、そして今ソル選手が置いたワードで、はい、イエル選手のポジションもバレましたね。上に向かって流れてきましたね。トールツを狙うか。まずはジャングルキャンプをクリアして、ドラゴン、ボイドグラブであったりミッドのガンクを狙いそうですね。レッドバフを借りに行っています。ソウルとアイノとした主導権がある中で、相手が前に出てくればキルを狙うぞというポジションですが、なんとかロストチャプターまでハウラー完成しましたが、ちょっと繰り返しのリコールにもなっているのでレベル差もついています。カウンターストライク、スタンが入った。さあ、来撃の大嵐、ワシで返していってソロキル狙うか。さあ、ここに対してパラノイア、フラッシュアウトしましたがダメージ足りていました。ワシ台のキルになっています。これはいいですね。トップのところで主導権をより確実に持つことができますよ。先ほどからこう積極的にダメージトレードしてくるトルツーの動きを、まあ、読んでの仕掛けでしたね。ミニオンウェーブがこれイエルが、まあ、取ることができますが、トルツーからするとかなりのマイナスになりますね。そうですね、まあ、ただすぐにドラゴン、間違えました、ボイドグラブを始めることができれば、相手ウルトが2枚ないので、はい、まあ、BCT としては素早くボイドグラブを触りたいかなと思います。さあ、チャーリーがミッドレーンに動いている BCT 近くにアイノが見えたので一度引きます。お互いサポートはレベル5、うん。さあ、この草むらの中控えていますが、ここはアイノスキルを使って一度チェック、まだ入りません。お互いの AD キャリーはボットレーン、まあ、お互いの ADC はボットから動かないと思います、トップサイドでこの4対4を制することが、アクシズサイドアルティメットがないですからね。そうですね、パラノイアも雷撃の嵐もありません。チャーリー、ジュリー、イエル3人で寄っていきます。
いや、ただここキーポイントになるのは愛の選手のレベル6、ただチャーリー選手がレベル5、アルティメット覚えられなかった。さあなんとか引きつけながらボイドグラブ1体は取りました。これで6スタックは阻止できますね、取れても3対3。あの互いにこう5取られなければいいだろうというところで1体だけ抑えて鹿島下がりましたね。そうですね。あとはこうソレ選手が瞬間的にプッシュ主導権を得てミッド側に体を出したので、BCT としてはファイトできないという判断ですね。ここまで見ていてどうですか、ここチーム同士の印象は。やはりこうアクセスクレストとしてはボットの 2v2 の強みというのをいかんなく発揮しているなと思います。ただそこに対して、よりスノーボールをするのかもしくは逆サイドでアクションを起こすのかというところが少し不明瞭かなと思いますね。このままワシライ選手の1対1が強力なところを生かしてトップでスノーボールをするのかもしくはボットサイドでのスノーボールをするのかというところを早めにこう決め切った方がいいかなと思います。ドラゴンスタックは狙えますね。あと1分ほどです。アクセスクレストとしてもザヤそして、アジールというところでレートゲームまで行っても大丈夫という判断でこう遅めな展開を望んでいるのかなと思いますが、やはり取れる有利はどんどん取っていくというところが、今の LGL の上位チームですから、ここはフックチャンピオンに対して強いラカンの性能ですね。ポーク構成に対して、エンゲージ十分にあるとは思うんですが、結構その硬いフロントがいるわけではないので、イーブ進行だとちょっと怖いなという印象もありますけどね、レートゲーム。そうですね。ただポークを食らう前に仕掛けることができればいいので、そういった点で先にローテーションであったりというのを行う自信があるということですかね。現状そのゴールド有利も取れてますから、そのローテーション有利というのは取れてる状況は作れていますね。さあドラゴンのアップまで残り10秒ほどです。リフトヘラルドまではまだ1分30秒ありますから、互いに狙うのであればファイトになりますが、ミッドレーナーは互いにワンコア、実験的ヘクスプレート歌詞にできていますね。最後のバフを取ってここはファイトをしないというバニコア富山の判断になります。そうですね、ここをしっかりとアクセスクレストとしても抑えることができているので、ドラゴンの方を優先していますね。さあこれでボイドの交わりバフは4対2となりました。そしてドラゴンはケミテックになっています。ここからですが、アクセスクレストとしてはできる限りこうボットのスノーボールをする方がいいと思いますね。やはりソル選手が1コアの段階でかなり育っているというのもありますから、カシンの位置がこの場所で見つかった。怒り投げ、みんな俺に夢中、さらにメガンイケルドボールも飛んでくる。 2v2 からボットレンカの支援が3対2というような状況だ。そのままカシンを打ち取ることに BCT 成功。さらにはジュールがユージをこれソロキルしているぞ。追撃はあるか、アイに対してスローは入っている。追いついた。ソロに対してもハウラが追いついていますが、ここでダメージが足りて、なんとこれジュール2つ目のソロキルです。ここはそうですね、ユージュ選手としても最短ルートで寄ろうとしていたところをジュール選手に見つかってしまったと。視界が縮小されている中でもうまくジュール選手対応しましたね。気になる点としてはカシン選手が味方のカバーが万全に行えない状態で入っていると、いうところが少し気になりますね。イコールしようとしていたところを見つけて雷撃の大嵐、フラッシュインから今度はトップレーンでワシダイが取る2をソロキルです。いや、ワシダイ選手苦しいながらも自分の有利というのを広げていきますね。今のところも少しトル2選手が甘えてしまったようなリコールの立ち位置ですね。さあ、ただこれアルティメットを私しても使って終わった後のこのリフトヘラルドのファイトどう考えるか。懸念のアルティメットがありません。パラノイアもまだ上がっていない。ここはギブをしてボットのタワーをヒットするということになりそうですね。すでに友情がボットに向かっています。リフトヘラルドの獲得はバニコア富山、リプレイで見ていきましょう。視界がない状況ですが、ちょうど鉢合ってしまいましたか。そしてブリンクを E でキャンセルしたことによって逃げ切れなかったと、ノックバック入ってましたね。次のパッチでちょっと仕様が変わるんですけどね。そうですね。
ブルーチームのタワーが破壊されました。さあリフペラルドを勝っている間にユージオが元のアウタータワーの破壊には成功していますが、ことトップサイドミニオンあと2杯ですが、ジュールタワーを割りながら強気のダメージトレード、レベルも12ですね。2回のソロキル響いていそうです。こうなってくるとジュール選手サイドでアクションを起こし続ければいいので、ローテーションとしてはジュール選手を次にはボットに送って、ボットでアグレッシブなアクションを行えるといいですが、なのでトルツー選手もこのウェーブをクリアしてリコールをしてトップに行きそうですね。グローバルゴールドのところではアクセルクレストが有利は取っています。やはりトップ の, ソロの2回のソロキル、そして、ADC 間での、まあ、ボット間でのゴールド差というところでしょうか。いや2回のソロキルをしたのがそうジュールサイドだったじゃないですか。それでもアクセルクレストの方がいいんですよ、ゴールドが。あやっぱボットですかね、広がりがあるのが。そうですね、ボットですね。あほとんど約1000ゴールドほどの有利が、まあ、ジグスとザヤの間で生まれていますね。ミッドレーンも2回のソロキルを達成したんですが、それでも、まあ、ほとんど変わりないというようなゴールド状況ですね。ユージョ選手が最後のタワーを取っているのが大きいですね。あとこの和紙台がゴールドを大きく有利作ってますね。こうなってくるとやはりアクセスクレストとしては、軸としては変えず、サイドのユージョ選手サイドに、ビジョンであったり、まあ、プレッシャーをかけると、そして和紙台選手には耐えてもらうという動きをしてますね。ここもローテーションでユージョがアウトタワー2本、これでミッドレーンを残してサイドのタワー破壊に成功しましたね。まずアクシズクレストとしてはこのままドラゴンが40秒ほど50秒ほどで湧きますので、リコールをしてドラゴンに備えると思います。対して、BCT としてはこれ以上ドラゴンスタックをされてしまうとかなりゲーム展開上苦しくなってしまうので、ここで一度自分たちの有利なポークというコンセプトを生かしたいですね。あとは先ほどタワーの手前で和紙台のアルティメットを使ったので、これどうでしょう、間に合いギリギリがちょっと時間は必要そうですね。そうですね、ただあんまり時間を伸ばしてしまうと、BCT の得意なポークが刺さってしまいますから、いやーインドの体力が、こうなってくるとビジョンを取ることがかなり困難ですね。リコールして間に合わなそうですし、アクシズクレストとしてはギブの判断になると思います。まあ、3ドラゴン取れれば嬉しいですが、無理をしてゴールドを渡してもという部分ですが、さらにはリフトヘラルドをミッドレーンに召喚。あーいやこれあえ、アクシズクレストとしては、おっとこれはセンズも見ました ね、 見ましたね。タックルを恥のヘタの壁で止めてタワーを守りに行く動き、ただこれでアルティメットはやはり使ってしまったと。ファイト難しいか。 BCT は焦らなくていいんですよね、はい、常にポークをし続ければ良いので、和紙台のアルティメットは代わりに上がりました。まあ、ただ正面から入るのはそこまで強くないですからね。アイノを捕まえるために爆雷発射をチャーリーが打ちましたね。こちらもアルティメットが使用されています。少しずつボットサイドからプレッシャーをかけてアクセスクレストもポジションが取れそうだぞ。上側からアイノの位置取りがちょっとプレッシャーになってますかね。そうですね、誰がアイノ選手を見るのか。さらにはわしだい、ただこれはトルツーが見つけた。さあパラノイア視界を消して、みんな俺に夢中からツーマンチャーまで入っている。なんとかイエルがバックラインに入るところは止めましたが、雷撃の大嵐の中狙われているのはトルツーですが、フラッシュアウトが間に合った。ただ家臣がフラッシュでついていく、リープストレートでもう一度戻って、トルツー生き残ることに成功。バロンはまだ継続中、スマイト勝負になる。さ抑えたのは家臣、アクシズクレストがこれで3つ目のドラゴンを獲得しました。いや今のところトルツー選手救いましたよね。今のところで、トルツ選手が鷲谷選手を見ていなければ、そのままバックラインを鷲谷選手が破壊していましたから、いやここでしっかりトルツ選手をケアしていたのは本当に素晴らしいです。そしてよく生き残りましたね。うん、ただドラゴンは取られてしまったと。そしてただまあミッドのタワーも折れてはいるので、次以降のローテーションをうまくできるかどうか。ミッドのアウタータワーを BCT としては破壊に成功していると。BCD としてはやはりジュール選手がかなりゴールドを持っているので、サイドでのプレッシャーというのを、チャーリー選手とともに出していきたいですね。ヒューブリスも完成しているので、キラシスト取れればスノーボール性能はあります。さあ縄張りバロンになりました。ゴールド状況2000ゴールド、いやもう少し少ないですか、1500ゴールドほどの有利がアクシズクレスト。ドラゴンスタックが一番気になるポイントではあるでしょうか。そうですね、
ま、ただ次のリコールで遊女選手も2個はできますから、はい、集団戦というところを全然やっていきますね、うん、コンセプトとして戦い方は変わらないですかね。変わらないですね。 BCD としては先ほどのように、ノクターンのアルティメットが来たとしても魔王界のアルティメットであったり、そしてチャーリー選手のアルティメット Q でピールをしていく、そのまま常にポークを続ける。対してアクシズクレストとしても先ほどと同様にいかにバックラインに入れるかどうかというのが重要ですね。互いにバロンに対する警戒というのをして、はい、強力なプレイヤ BCT としてはジュール選手をトップサイドに送っていますね。アクシズはやはりソウルの育ちがいいのかなというのが1点ですね。あとは鷲台がストーンサージから作っていますね。 まだこのパッチですと非常に強力ですからね。このあとロケットベルトまで作れば本当にバックラインに破壊のための移動距離がぐっと伸びますから、そうですね、レベルを先行しています。アクシズクレストとしても勝っているサイド、鷲台選手のサイドでアクションを起こしていきますね。カシンが今寄り添っていたのも見えました。ミッドレーンなんとか破壊していきたいところですが、ここは人数をかけて BCT も守ります。ただ一つこうネックなのがポーク構成という、まあ、ことで DPS がないということ、バロンを触れないんですよね BCT サイド。遅いと遅いんですよね。なので、ここをどうするかというと、本来であれば、まあ、ドラゴンスタックを自分たちがする、はい、といった他の解決方法で相手を焦らせるのが一番無難なんですが、やはりあのレベル1からの流れでちょっと崩れてしまったのが響いてますか。そうですね。いや豪快に入ってそのラプター奪っていきましたよ。まあそれほどに育ってもいますし、まあ、すぐにジャングルのカシン選手のアルティメットのカバーももらえる位置でしたから多少無理はできると。リコールからアジリティクローク、これは 2.5 といったところでしょうか。ソウル残り1分30秒ほどです。アクシズクレストとしてもそこまで焦る必要がない。先ほど言った通りエンゲージさえできればいいですし、何よりもドラゴンが先行できているというところで、ここのプレッシャーを万全に生かすためにまずはこう一つバック TP であったり、まあ、ワシライ選手を生かすようなワードの置き方というのをしたいですね。ドラゴン周りにはかなり置いていますが、まあ、オラカルレンズでチェックされてもおかしくないような位置取りなので、まだ隠したようなワードはないですかね。そうですね。やはり、一番分かりやすいところで言うとラプターのところにワードを置いたりとかでバック TP 設計なんかできるといいですね。さあドラゴンまで50秒切りました。一度ボイドボーンのリフトスカトルをアクシズクレストがバロン前で破壊して、これで視界も取れましたし状況としてもかなり広く分かりました。マシンがかなりパワーもしていましたが、このリコールでフローズンハート、いやこの見合ってる最中にポークダメージ食らいたくないですね。ここを当てられていけると、まあ、BCT としては非常にいい。残り20秒ですからね。そうですね。ただライスティールを積んでいるビルドオーダーでもありませんから、いやただここのところでアクシズクレストがローテーションの面で勝っているなというのが、もう先にボットサイドをワシレイ選手が押し切っているんですよね。そしてもう隠れてますよ。それに対して、まだトルツ選手はサイドを押している。ああいうのはこれどうなんでしょう、ワシレイだけに注意がいかないようにちょっと引きつけてますかね。そうですね。さあワシレイがいい位置まで入ったか。ここはハウラがボールも引いてました、ね、ちょっと映りましたか。スクライブルの展開、そう第一の捕獲を打ってソウルにかなりのダメージがポークが入っています。そしてワシダイ見つかった。ブラストコンを使って味方の位置でさらにショックブラスト2人当たって苗木も決まっている。ただ裏を取ったのはアイノでした。ここはチャーリー怒り投げで対応できている。素晴らしいチャームの数でありますが、ワシダイの苗木切り回し4番だ。合わせていくのフェザーストーンも展開しながらのソウル、ハウラまでたどり着いている。体力は少ないのでこれ以上前に出るのはやめますが、ドラゴン前一気に制圧していったのはアクシズクレスト。4キル獲得、バロンも取ってドラゴンソウルにつなげます。いや今難しいところを鷲台選手よく決めましたね。相野選手もしっかりとショートしてからアルティメットを栄称して相手のキャリー陣に入っていく動き、非常に綺麗ですね。一瞬止められましたがチャームの効果があったので最終的にはしっかり入れましたね。そうですね。いやここでトルツー選手が鷲台選手をチェックしていたのはいいんですが、そちらを注目してしまったがあまりに相野選手がフリーになってしまった。
いやー、足台決めましたね。バックラインに再 CC が入ってしまえば、その後飲み込んでいけるのはアクシズサイドですね。いやー、この試合ソロ、連段階から足台素晴らしい活躍をしてますよ。まあ、サイドから行けなければ正面から行けばいいじゃないっていうところで無理やり行ってますが、バロンも取れましたし、ここから2分半ほどバロンバフ続きます。いや、レベルも15、1レベル対面に対して先行した状態をわしらで続けられています。アイテムもいい状況ですね。そうですね。さあ、これね、まずはミッドのウタと破壊したいところですが、第一の捕獲でこれを拒絶したいんですが、まあ、バロンバフ付きですからね。そうですね。ここを少しでも時間を稼いでトップのトルツー選手のタワーを CG できる時間を増やそうという判断だったんですが、折れますかね。サロケットブレードを使いながら前に出ていく、カウンターストライクを使って戦う、拒絶しながらインナータワーの破壊にトルツー成功です。なんとかサロのタワー取れたので、いや、タワーのショットダウンゴールドも相まって、バウンティーゴールドも相まって、かなりトルツー選手のお金が入りましたね。ただミッドの CG を継続しているのはアクシズクレスト。ただ手がレンジが長いんですよね、アクシズクレストサイド、通常の攻撃はある程度仕掛けることができないので、 BCT サイドもこうなってしまうと一方的に取られてしまいますね。まあ、本来であれば、はい、タワーを CG されるタイミングでカウンターアクションを行うというのが、まあ、かなり常なんですが、まあ、BCT サイドその手段であるイエル選手のアルティメットも切ってしまってますし、いや、もうとにかく民謡を削っていきたい、タルクを削っていきたいということで、メガインフェルノボボが使いましたが、やはり民謡を消し切ることはできない。インナータワーをトップレーンでも破壊に成功。ここでボットレアウタージュールがなんとか破壊はしていますが、その後ワシダイが対応しています。バロンを使ってしっかりとインナータワーすべて折り切りましたね。ゲベールも16、この後クリプトブルームですか、ワシダイ。そうですね。こうなってくるとアクシズクレストとしてもこのエルダードラゴンでのファイト、まあ、先ほどのように、相手にポークされる前に入り切るというところが大事になってきます。まあ、そのためにもその前段階での準備でポークを食らいすぎないようにポジショニングを取るであったりが必要ですね。有利は取れてますが、結構的確にソウル狙って当ててきてますからね。先ほどもソウル選手 HP 半分まで削られてましたから、まあ、そういった面で少しでも阻害できるといいですね。アイノがチャーリーをジャングルの中でキャッチに成功、ブラストコーンを使ってカシンとユージが距離を詰めてくる、壁に対して怒り投げですが、これを見て取れると判断、みんな俺に夢中からツーマンチャーム、最後はユージのキルになっている。メガインフェルノボム放ちましたが、これはキルには至りません。1キル獲得はアクシズクレスト、バロンのバフは切れました。ボットのインナータワーも破壊に成功できています。ここまでかなりいいですね。アクシズクレストとしてはこのまま一度リコールして、はい、再度をビジョンコントロールで行っていきますね。いや、ただもうジェイスも3コアですからね、フォーク一発食らうだけで HP 3分の1ほど飛びますよ。そうですね、睨み合いの時間はやっぱり作ってはいけないということは続きそうです。BCT としてはこのドラゴン何としても抑えないといけませんが、やはりこうスティール勝負となってもカシン選手の使うノクターン非常に強力ですから、まずは先にポジションを取る、トルツー選手なんかも全員寄せて先にポジションを取るというのが重要です。カシン3手目アビサルマスクなんですね。まあ、味方にいい、まあ、ワシレ選手の使う懸念もいますし、確かに立ち位置も近いですからね。最終的に突っ込んでいきますから、そういった面で非常に効率的と。いやー、このジャングルの中の視界がない上でのエルダードラゴン1分前。そうなんですよね。ここをこうなってくるとアクシズクレストが、前にワードを置いた状態でバック TP 準備もできつつ、相手のローテーションとしてもワンテンポ、はい、アイナはここからリコールしないでしょうか。ずっと隠れています。かなり早めの段階で入りました。一度ミッドレーンを押し込んで相手の対応を誘いますが、ワードの位置は分かっていますね。苗木で見えていたのでピンが刺せています。
いやここブラストコーンで入っていって裏を取った、みんな俺に夢中から、これはなんとかチャーリー止めているものの、パラオイア突っ込んでいて左翼士のジュールまで届いている。ソウルは十分にフロント殴れています。まずはユージの1キルからイエル茨内でスリーマンノックアップですが、逃げることはできません。さあ裏取りから2キル獲得はクシズクレスト愛のいい準備でした。もう本当に相手のさせたいことをさせませんよね。基本的にこう裏を取ったりサイドを取って常にプレッシャーを出しながらアグロピンポンをしつつ、相手のこう、まあ、バックライン等が崩れた瞬間にエンゲージを仕掛ける。チャーリーも、ね、よく見てスキルを振ってるんですが、もうちょっと陣形が無理なんですよね。うん、そうなんですよね。いや全く視界がないところから、いやもうそれで、ここをしっかり決め切ってエンゲージもしていますね。こう実際こういうシーンになると割と、はい、仕掛けるのが少し落ち気づいてしまったりもあるんですが、うん、そこをなくしっかりとチームとして統制取れてますね。さあエルダードラゴンアクシスクレストを獲得できています。そのままバロンですね。これでいや約2分ほど両バフ、エルダーとバロンバフ持った状態で戦えますアクシスクレスト。ソウルはサッシュも購入。いやアクシズクレストとしてもこのまま順当に、ミッド、トップ、ウォット全てのインヒビタータワーを壊していけると思います。BCT としては先ほどのような集団戦であったりで先にビジョンを取られてしまっているところがかなり問題なんですよね。なので一度そのビジョンをクリアするターンを作らなければいけません。ただバロンバフ持ちなんですよ相手が。もう1本バド残せてますが、あ今オラクルレンズ映りましたね。コントロールワードの本当視界の切れ目に1本残ってたんですが、かなり難しいですね。さあ2レーンバロンで押し込んでいきます。ユージュ選手もそこまでリスクを取らずにしっかりバックポジション取ってますね。カシンは少し引いた位置でミッドにもトップにもいけるようなポジション取りで体を隠しています。まずはトップのインヒビター、高いに成功、そしてそのタイミングでミッドレーンもインヒビタータワー、そしてインヒビター触っていきます。いやまだエルダーがあるんで、BCT としても当たれないんですよね。ジュールのフォークいいダメージは出しているんです。あここでリデンプション回復を図って第一の捕獲横から打っていく、このタイミングのフォークもうまく刺さっているんですが、ソウルはかわしている。メガインフェルムも決まったが、ここでパラノイア視界を取って突っ込んでいく。ブリンクアウトで取りつつ生還をしましたが、ネクサスタワーが持たなかった。そして皇帝のムーサレイによって一気にエルダーが発動。わしたいランページコール、飲み込んでいくのはアクシズクレスト。イエルは唯一逃れていますが本陣は守れません。33分ゲームを勝利したのは